三度その姿をこの東京に現そうというのですか。式神の城よ、これがお前の心の形だって言うのかよ月子。違うだろう。待ってるよ、こう。こうが私を止めに来てくれるの。さよた、すまね。10秒待ってくれ。そしたら元に戻るか。月子がどんな風になったって、俺の妹だってことは変わりはないんだ。助けに行く。ついてきてくれるか、さよたん。はい。セタン、やった。邪魔だこの昭和生まれが。俺は俺に怒ってんだ。月子のことを分かってなかった俺自身に。もう悩むのはやめだ、こんちくしょう。俺はバカだ。周りの月子のこと本当に分かってなかったバカだ。以上、反省終わり。月子のことは絶対に諦めねえ。悪しき夢よ、悲しみは終わる。終わらせる人がいます。終わらせようとする意志があります。人は決してお前たちに屈しない。世界はお前たちにただむさぼられるだけではない。夜明けは来ます。今ここに、この場所に。あっ、解散。この城はねじれた城と同様、記憶を蓄積しているようです。多分私たちの記憶にある敵の姿を思うね。それを再構築しているのでしょう。再生怪人ってやつかよ。上等だ。一度負けた奴らで俺を止められると思うな。行くぜ。あんたは。お久しぶりね、坊や。そう、アララクラニ。赤にして薄紅の飛ばし屋。落ちる城の恐怖として仮初めの形を得たただの女よ。そこをどけ。女をぶっ飛ばすのは趣味じゃねえんだ。
本当にあなたはいい匂いがするわ。邪行のように濃密な男と戦の香り。教えて、何のためそうも戦おうというの？その答えならあの時と同じだ。正義ってやつだよ。この城が地上に落ちたら、たくさんの人がまた悲しんで過ごすことになるんだ。そんなことは決して許せない。いい子ね、本当に。見知らぬ誰かのために心から怒っている。殺し合わないといけないのだ。本当に残念。手加減はしないわ。羽根に行きますよっと。避け切ってみなさいよ。これくらいで。まあどちらにせよ、あなたを通すわけにはいかないわ、坊や。どうしてもそこを解く気はねえのか。どうしてそんなことを言うの？私と踊るのはお気に召さないかしら。急がないと月子が危ねえんだ。あんたとやり合ってる暇はないんだよ。女に恥をかかせるつもり？もう私はあなたと踊りたいの。たとえ虚像でも、この恋心は本物よ。我は英語に恋を得る伝説の者。歌を教えられし、一人のただの女。アララクラン、参る。これはどう？好機を背負うか。さすがに数が多いぜ。コウタロウさん、危ない。サンキュー、センター。コウタロウさん。なんだ、センター。この状況では間に合わないかもしれません。ここは私が食い止めます。先に行ってください。待て、サヨタ。ここで死にフラグを立てることねえだろ。何をバカなこと言ってるんですか。この敵の数を考えれば、敵の狙いが足止めなのは明白でしょ。だから先に行ってくださいと言ってるんです。サヨタ。約束します。私は死にません。だから先に。わかった。無理するなよ。こちらもすぐに後を追います。そちらも無茶をしないでください。オッケーオッケー、了解。じゃあ行ってくるぜ。コウタロウさん、ようやく元気になってくれましたか。
の人が無理しないはずはありません。なら早く追いついてあげないと。出てきなさい。いい表情だな、兄者。ああ、凛々しい人だ。我らはエイジャ兄弟、我が名はセイ。俺は弟のファイ。女、戦う前に聞きたい貴様の名を、貴様の物語を。私の名前は結城さよ。愛しき人の微笑みを守りたいと祈り、この夜明けのために戦うただの人間です。なるほど、それ以上は。剣を交え、魂をぶつけることで知るとしよう。お前の悲しみと喜びの物語を。手加減はしません。行くぞ弟よ。やるな女。よかろう、全力で相手しよう。エネルギー。やった、行きなさい。見事だ。我ら兄弟の呪縛を解き、打ち破るとは。これで終わりです。来たのね、こう。ああ、来たぜ。お前を連れ帰りにな。ようやく元気になったね、こう。いつものこうだ。ようやくだ。俺がうだうだぐだぐだ言ってても誰も喜ばねえ。それどころか不幸にするだけだって。俺はお前を連れて帰る。嬉しいよ、コウ。コウったら、私がついた嘘
全部見破るんだもん。困っちゃうじゃない。コウに泣いてほしくなくてついた嘘なのに。だけど本当に嬉しかった。でももうダメ。引こう。負の力は私に活力を与えてくれた。でももう限界なの。私の力が強すぎて暴走してる。私はもうこの膨れ上がる怨念の力を制御できないの。こう私を殺して、殺して、お願い。出ないと。今なんとかしてやる。待ってろ。よかった、無事。サヨタ、なんで、どうしてだ。七夕。七夕にお願いしたんです。あなたと一緒にいたいって。だから死なせたくなかった。バカ野郎、あんたが死んだら一緒にじゃないじゃないか。コウタロウさん、俺も同じだ。一緒にいたいって書いたんだ。それなのにあんたがいなくなってどうするんだ。おい、サヨタ、おい、しっかりしろ。死ぬな、死ぬなよ、おい。